gate.塩麹サラダとなっております。はい。はい、で隣の方があのズッキーニのあのごま麹和えですね。ズッキーニ。はい。はい。はい、で隣の方がくるみと金華を使っております重ね煮のサラダ。うん、はい。ですね。で真ん中の方行きまして、まずこちらの方がこちら燻製鴨となっておりまして、玉ねぎ、はい、はい。玉ねぎのソースと醤油麹ソースで味付けとなっております。で青い小鉢の方がこちら納豆の麹、納豆麹であります。で隣の方がこれねひじきとあの高野豆腐の入り炒めで、はい、はい、でこちらの方がタケノコとニラを使っておりますあの伊勢屋さんのかき味噌炒めという味付けです。はい、で下に参りましてこちらが甘麹で漬け込んでおりますあの、はい、こちらがあの鶏のもも肉ですね。はい、でこちらが甘麹で漬け込んでおりますあのサバなんですけど、はい、これをあの桜チップで味付けの方をいぶしております。うん、はい、で赤い小鉢の方が、はい、ミニトマトの塩麹を使ったピクルスというものですね。ミニトマト、はい、はいはい、であとこちらご飯に乗っておりますのがこれ地元宇田で有名なあの薬草の大和陶器の味噌となっております。大和陶器、はい、陶器味噌ですね。であとこちらの方がこちらもやしが入っております、こちら重ね煮という調理法を使っておりますお味噌汁ですね。はい、またメニューブックの方にも詳しく説明の方ございますので、はい、ご覧くださいませ。はい、ありがとうございます。失礼いたします。まず下の方から説明させていただきます。はい、こちら、バタフライピーといったお豆を使ってあの色付けしておりまして、うん、で下の方に入っておりますのが、
台湾で人気 の, あのトンファという料理となっております。でこちらの方が、甘麹 と,、はい、パインで味付けしておりますココナッツアイスとなっております。はい、で下にありますのが、じゃあ紅麹で色付けをしております紅麹スコーンとなっております。ごゆっくりお過ごしくださいませ。